はい、皆さんこんにちは。サンシャイン今村です。現在私はこちら JR 金沢駅の方に来ております。大学の学祭を活用した5連休を使って、サンダーバードの乗り納めも兼ねた北陸取材最後の動画となります。最後はね、この金沢駅から大阪までサンダーバードに乗るわけなんですが、サンダーバードって言ってもいろいろ停車パターンがあるんですよ。例えば最初に紹介したサンダーバード17号和倉温泉行きは、途中京都を出ると敦賀、福井、あわら温泉、加賀温泉みたいな感じで温泉のつく駅にね泊まる感じがあったんですけれども、今回はそのサンダーバードの中でもたった4駅しか停車駅のない爆走サンダーバードに乗っていきたいと思います。爆走サンダーバードは1日に何本かあるんですけど、今回はその中でも5時30分に出発して大阪にだいたい20時10分ぐらいに着くサンダーバード号に乗っていきたいと思います。それではね、行ってみましょう。はい、改札の中に入ってきました。本日乗車するのは11時31分発のサンダーバード40号大阪行きです。なんとね、撮影日見てください。湖西線でね、強風の影響でもう今日はずっとサンダーバード湖西線経由ではなく琵琶湖線経由で運転されるんですよね。なので本来はね、湖西線で爆走する光景とかね、お統計できたはずなんですけど、今日はね、米原経由で運転されます。米原経由で運転する光景もなかなかレアなのでね、今回はそれもね、徹底解説していこうと思います。ではね、2番線ホームに行ってみたいと思います。はい、ホームにやってきました。こちらにはね、特急列車の時刻表があるんですけどね、まずね、その本数ですよね。1時間に1本は必ず大阪行きの特急サンダーバードが走ってるのでね、特急街道と北陸線が呼ばれるのはね、過言ではないでしょう。ということでね、上から順番に停車駅リストを見ていきたいんですが、だいたいね、敦賀とかに止まる列車は多いんですけれども、例えばこの8時5分発のサンダーバード10号とかは福井、京都、新大阪がしか止まらない列車ですね。いやー、すごいいろんな停止パターンがありますよね。それでじーって見ていくわけなんですけれども、それで今回乗車するサンダーバード40号も福井、京都、新大阪しか止まらないというね、爆走すぎるサンダーバードなんですね。サンダーバードの中ではね、一番所要時間短いんですけど、今日はですね、米原経由で運転されるということで、ちょっと20分だけ乗車時間は伸びるみたいです。いやでもね、僕もね、1回ぐらいはね、米原迂回するサンダーバードとか乗ってみたかったんでね、なんかその面ではついてるかもしれないですね。はい、今ですね、停車駅が英語なんですけど表示されております。白鷺号はね、めっちゃ停車駅あるんですけれども、ストップサート福井、京都、新大阪&大阪ということで、本当に4駅しかないんですよね。いやー、すごすぎますよね。しかし今日はね、米原迂回の関係でちょっと遅くなるかもしれないので、本来の爆走運転は見れないかもしれないので、その点は許してください。はい、列車の方がね、ゆっくりと入線してきております。今日はね、12両編成での運転なんですが、先頭の3両は681系の更新車ですね。これはで、後ろは9両丸々連結されている683系の4000番台になります。今回は7号車の席を確保しているので、こちらの683系4000番台の方に乗っていきたいと思います。もう停車時間がね、わずかしかないので、もうすぐ乗っていきたいと思います。それでは乗っていきたいと思います。今日はね、7号車指定席ということで乗っていきましょう。すごい隙間が空いてますね。ということで本日はこちら7号車の 1D なんで、こっち側の席を確保しました。ということで座っていきたいと思います。17時31分、電車は金沢駅を出発しました。ここから最速達サンダーバード号のはずだけど、湖西線強風の影響による米原経由の運転になったため、最速達ではなくなったサンダーバード号の旅の幕開けです。いやー、最速達のサンダーバード号に乗れてたらどんな光景が見れたのか、非常に気になりますね。利用くださいましてありがとうございます。特急サンダーバード40号大阪行きです。止まります駅は福井、京都、新大阪、終点大阪です。そして車内案内表示器には次の駅は福井と表示されてるんですが、このサンダーバードをよくよく考えたら県庁所在地駅にしか止まらないなと思いましたね。それでは座席解説をしていきます。まずね、こちらにはテーブルがあります。普通のサイズのテーブルですね。それでこちらには荷物掛けがありまして、窓側にも荷物掛けがついています。これで座席上には読書灯がついていますね。それで最後尾の列はですね、ご覧のような背面テーブルが結構長いのがありまして、コンセントもねついているのが特徴にあります。これはね、予約する際に参考にしていただけるとありがたいです。なんか赤ランプになりましたね。使えるのかな。進行方向左側には白山総合車両所が見えます。こちらは主に W7 系などの整備や検査などを行っている車庫となっていまして、 JR 西日本が保有しています。2015年の北陸新幹線開業時からこの白山総合車両所周辺までは新幹線の高架区間が出来上がっているので、ここに付け足して敦賀まで北陸新幹線の線路を伸ばしたという感じになっています。車内はこんな感じです。サンダーバード号は基本的に9両編成で運転されるんですが、乗車したのが11月の3連休明け最初の月曜日だったので、12両で運転されていたのが印象的でした。両数が長かったので車内にも結構空席があったので非常に過ごしやすかったです。こんな感じで北陸本線内の回復運転のために爆走運転をしているって考えるとテンションが上がりますね。今日の駅弁はね、北陸に来たらいつも買ってるますの寿司でございます。今日はね、普段のますの寿司とは違ってね、赤色のね特徴バージョンを買ってみました。なのでちょっと見ていきたいと思います。電車は現在小松駅を通過していきます。左側には北陸新幹線の小松駅も見れるんですが、最速達のサンダーバード号は当然通過します。やっぱり小松駅って結構多くのサンダーバードが通過している印象が強かったですね。はい、ではね、開封してみました。こんな感じでね、ちょっとだけねマスの部分が肉厚になっているのが特徴です。肉厚でジューシーですね。皆さんもぜひね、買われる際はこっちの巻くの寿司のね赤いバージョンおすすめなので、ぜひ買ってみてください。電車は現在加賀温泉駅を通過中です。加賀温泉駅は新しく北陸新幹線の駅ができます。サンダーバード号は加賀温泉駅に停車する列車は少ないので、あまりサンダーバード号の需要ないのかもしれないですね。18時13分、電車は最初の停車駅、福井駅に到着しました。金沢から福井の間が 76.7 キロあるんですけど、この区間を45分で操作するんですね。いや、早すぎますよね。18時15分、電車は福井駅を出発しました。本来であれば、福井の次の停車駅が京都ということでね、だいたい距離にして 148.1 キロ。主要時間1時間23分ということで、すごい長い距離と時間、ドアが開かない、かなり恐怖の特急となっております。いや、これね、乗り間違えたらもう北陸から京都までね連れて行かれるんでね、なかなか恐怖すぎる列車となっています。しかし本日はね、米原経由で運転ということもあって、ちょっとね普段とは違っています。電車は鯖江駅を高速で通過していきます。鯖江駅も一部のサンダーバード号や白鷺号は停車する駅となっていますが、やっぱり最速鉄列車ということもあって高速で通過していきます。やっぱり鯖江のメガネは有名ですね。そして次に通過する駅は武生駅です。武生駅では普通列車の追い抜かしを行います。青色の521系もあと少しで見られなくなると思うと寂しいですね。あと武生と鯖江はね、隣接していますよ。ここで現在私が乗車している特急サンダーバード号について解説をしていきます。特急サンダーバード号は関西と北陸を結ぶ JR 西日本を代表する特急列車となっています。サンダーバード号でもいろいろ停車駅があるんですが、多くの駅に停車するタイプと現在私が乗車しているような最速達タイプの列車があり、停車駅もね、列車によって異なります。大阪と金沢、和倉温泉の間をね、1日25往復運転していまして、その中でも現在私が乗っているサンダーバード40号は金沢を出ると福井、京都、新大阪の4駅にしかね、止まらない最速達列車となっておりまして、標定速度の方がだいたい100キロを超えているということでね、JR 西日本や在来線の特急の中でも最速達の部類に入ります。電車は現在北陸トンネルを走行中です。北陸トンネルは今期の在来線の中で最長距離を誇るトンネルとなっていまして、長さは約 13km もあります。いや、長いですね。しかし北陸新幹線敦賀延伸により北陸トンネルの区間は JR からハピライン福井に移管されるということで、 JR の長期在来線の最長ランキングからは退くんですけれども、第3セクターや私鉄の長距離トンネルランキングでは1位に君臨するそうです。北陸新幹線も敦賀から越前武生駅の間に新しく新北陸トンネルというものができるんですが、こちらの長さは約 19km ぐらいありまして、日本の陸上トンネルの中では6番目の長さとなるそうです。北陸トンネルはめちゃめちゃ長いので携帯の電波とかは入らないんですが、サンダーバード号についている JR のフリー Wi-Fi だけなんとか入ってますね。いや、これ本当に繋がってんのか気になりますね。電車は敦賀駅に運転停車をします。本来であればこの敦賀駅を通過する光景をお届けできるはずだったんですが、今回は米原経由でサンダーバード号が運転されるということで、まあ乗務員の兼ね合いとかで運転停車するものだと思われます。いやー、北陸新幹線の終着駅になる敦賀駅を通過する光景見てみたかったな。どんな光景か想像するだけでワクワクしますね。と思ったらですよ、なんと敦賀駅でね、ドアが開いたんですよ。まあどういうことかと言いますと、敦賀駅で客の乗り降りをできるようにするというような感じでした。いや、これ最速達の意味あるかよと思いますよね。そして電車は本来停車することのない敦賀駅を出発していきます。調べてみたら米原経由でサンダーバード号が運転されるときは敦賀と米原駅の方にはね、臨時停車をするみたいです。敦賀駅は結構多くのサンダーバード号が停車するんですが、やはり最速達のサンダーバード号が敦賀駅に停車してドアが開くって考えるとなんか複雑ですね。特急サンダーバード号には冒頭でお届けしたような日本語と英語の自動放送が搭載されているんですが、米原迂回で運転されるときは多分米原停車の車内放送のテープが搭載されていないので、私が乗ったときは車掌の肉声放送での案内でした。個人的にはサンダーバード号の車内チャイムとね、車内放送の感じが好きなので少しだけね、寂しい感じがしましたね。敦賀から新疋田の区間はループ線を走行します。なので進行方向左側には敦賀市の夜景を見ることができます。いや、夜に乗ると夜景を見ることができるのでこれは贅沢ですよね。そして電車は現在近江塩津駅を通過中です。本来であれば近江塩津から湖西線を通って京都の方までショートカットで走行するんですが、今回は米原経由で運転するということで、白崎と同じように終点の米原まで、北陸本線を走行します。北陸本線の区間も米原までは結構直線区間が多いので、予想以上に速度を飛ばしていくなという印象を受けましたね。ちなみに北陸新幹線敦賀延伸後は北陸本線の区間が敦賀から米原だけになるので、これも非常に寂しいですね。あと裏話なんですが、サンダーバード号が米原経由で運転するときって、実は裏でダイヤが組まれているというのも特徴なんですね。電車は現在私の聖地ではない方の高槻駅を通過中です。こんな感じでなんか高槻が2つあるって考えると面白いですよね。近江塩津駅を過ぎた序盤の辺りは結構速い速度で走行していたんですが、だんだん米原駅の方に近づいていくにつれて結構速度が落ちてきたなという印象を受けます。そして電車は現在長浜駅を通過中です。長浜駅も一部の白崎号は停車するみたいなんですが、このサンダーバード号は当然通過をしていきます。ウエスターで列車の走行位置を確認してみたら、結構22分ぐらい遅れている感じでしたね。しかしサンダーバード号の前に2分遅れの新快速が走っているので、詰まっている感じですね。そして前を走る新快速姫路行きの信号待ちの関係で、駅間でね、なんと停車をしております。いや、サンシャイン馬村本来であれば停車駅が少なすぎる最速達サンダーバード号に乗る動画をお届けするためにサンダーバード40号に乗ったはずなんですけど、なんかこんな感じで米原経由で運転して、ましてや駅間の間で信号待ちのために停車するなんて考えたりしたら、もう最速達列車のはずなのに最速達要素が完全に消えてしまったなと思います。まあこれもあまり見れない光景なので、面白いと捉えた方がいいかもしれないですね。そして数分間停車してまた運転再開したわけなんですが、もうめっちゃめちゃ速度遅いっすね。やっぱり前と列車の間隔が狭いということもあるんですけど、いやこれはサンダーバード号の光景ではないですよね。そして米原駅の手前では JR 東海の313系と共演を行います。サンダーバード号の 6×3 系っていうのは琵琶湖エクスプレスの1往復を除いては米原駅に来ないのでレアな光景ですね。そして電車は米原駅に到着しました。いや、サンダーバード号が米原駅に乗り入れるっていう光景がなかなかないのでレアですね。しかも米原駅では新快速姫路駅と対面乗り換えできるということで、これはなかなか便利そうに見えますね。いや、それにしてもこの夜の時間帯でも新快速結構人乗ってますよね。はい、米原駅にね、運転停車中です。先にね、サンダーバード号ではなく定期列車をね、新快速から出発して、その後にね、このサンダーバード号が出発する感じになります。こんな感じでね、案内表示にも、サンダーバードのね、案内が書いてあるので驚きましたね。なかなか新快速ね、発車しないみたいですね。なのでね、また遅れが長引くかなと思います。本来だったらね、これぐらいの時間に新大阪駅に着いてるはずなんですけどね、なんか不思議ですね。まだ滋賀県ですからね。そして電車は米原駅を出発していきます。驚いたのが、駅の時刻表のとこに米原迂回時のサンダーバード号の時刻を入れることができるのに非常に驚きましたね。しかしさっき止まってた新快速がサンダーバード号よりも先に出発していったのに、ああ特急乗ってる意味あるのかなって個人的には思いましたが、でもサンダーバード号が米原駅に停車する光景は初めて見たので非常に驚きましたね。また今回は敦賀と米原に臨時停車をした関係で、車内の案内表示機にも字駅が表示されてないのも特徴となっています。そして右側には東海道新幹線がね、抜かしていったわけなんですけど、いや特急乗ってるのに新幹線抜かせるとなんか嫌な感じですよね。琵琶湖線内に入ったら結構飛ばすのかなと思ったら、新快速などの定期列車の合間を縫って走っているので、あまり速度は出せない感じですね。いやー、結構遅かったですね。ここで特急サンダーバード号の米原迂回運転について解説をしていきます。サンダーバード号は基本的に湖西線経由で運転されますが、今回みたいに湖西線に琵琶おろしというすごい強風が吹き荒れた時や、湖西線が運転見合わせになった時は米原経由で運転をされるんですね。結構湖西線は風が吹き荒れて運転休止になることが有名ですよね。今回のように米原経由で運転する頻度っていうのは年に何回かありまして、特に冬場とかだったら冬型の低気圧の影響で湖西線から米原経由で運転される頻度っていうのは高くなります。あと夏だったら台風の前後とかだったら米原経由で運転することが多いので、意外と米原経由の運転する時って多いんですよね。そしてしばらく走ったら琵琶湖線内でも結構速度が上がってきましたね。やはり定期列車の合間を縫って走るとはいえ米原迂回用のダイヤが組まれているので、結構速度は出すということに驚きましたね。電車は現在近江八幡駅を通過中です。近江八幡は新快速号も停車する結構滋賀県の中では大きい駅なんですが、こんな感じでサンダーバード号に乗って通過すると非常に違和感を覚えます。電車は現在安津駅を通過していきます。安津駅は新快速の始発駅としてもね、知られていて、関西人だったら聞きなじみのある方も多いんですが、こんな感じで特急列車はね、通過していきます。やはりサンダーバード号からあの安津駅を通過する光景が見れるなんて思ってもなかったので、非常になんか不思議な感じですよね。電車は現在草津駅を通過中です。奥のホームには草津線の221系が停車しています。草津は結構大きい駅で琵琶湖線を走る一部特急は停車します。草津駅からは福々線区間になるので、この辺りに来たら爆走運転の光景が見れるかなとちょっと期待しますね。草津駅を出ると福々線になるので、特急サンダーバード号も結構速度を出して走行していきます。やっぱりサンダーバードっていうのは爆走特急と呼ばれることもあるので、これぐらいの速度で走ってくれないと正直困りますね。そして米原駅でサンダーバード号よりも先に出発した新快速をここで追い抜かしていきます。いや、特急が新快速を抜かす光景というのもあまり見れないので、この光景非常に貴重な光景ではないでしょうか。そして電車は大津駅を通過していきます。大津駅は滋賀県の県庁所在地の駅ということもありますが、意外と大津駅って降りてみたんですけど、周りになんもないなという印象を受けます。まあこれ言うと滋賀県民にぶん殴られますね。電車は滋賀県と京都府の間にあるトンネルを抜けて京都府に入ったところです。琵琶湖線も湖西線も山科駅の手前でトンネルを通って、京都駅の手前でもトンネルを通るっていうことにはね、共通しているなという印象を受けます。湖西線の列車とはこの辺りで線路を合流していくんですが、結構この辺りだったら速度を飛ばしていくなという印象を受けます。湖西線だったら結構ポイントの関係であまり飛ばせなかったかなという印象が個人的にはあります。そして電車は山科駅を通過していきます。山科ぐらいまで来ると、あ、もうすぐ京都駅に着くんだなという印象がありますが、結構山科と京都の間の駅間距離は長い感じがあります。そしてここでまさかの車内放送自動バージョンが流れたと思いきやね、福井出発時の車内放送が流れるという光景を見ることができました。まあ敦賀と米原に臨時停車する関係であえて車内放送を切っていたものだと思われますが、こんな感じで京都駅から先の区間は自動放送をまた流すような感じになると考えるとなんか嬉しいですね。電車は京都駅に到着しました。本来であれば福井を出発すると次の停車駅が京都なので、だいたい距離にして148キロ、所要時間にしては1時間20分ぐらいドアが開かないということになるんですが、今回はいろいろあったので、まあ乗り間違えても救われた人も多いのではないでしょうか。そして京都駅に着いたはずなんですが、車内案内表示機にはね、福井と表示されています。まあ迂回運転の関係で機械の方もバグってるんでしょうね。電車は京都駅を出発していきます。撮影日はサンダーバード号の遅延だけではなく、琵琶湖線の信号トラブルでの遅延もあったので、新快速も若干遅れているような感じでした。京都駅では新快速よりもサンダーバード号の方が優先されているので、先に出発した感じですね。まあ自分も京都駅にいたらこういう光景はよく見るんですが、やっぱり大都市圏に来ると特急が優先されるんだなと思いましたね。京都駅を出発するとサンダーバード号は普段通りの走行光景を見ることができます。やっぱりサンダーバード号はノロノロ運転ではなく、新快速のような爆走運転を見れるのが売りだと思うので、この光景を見るとやっぱり安心感がありますね。そして進行方向左側に見えるのは向こう町の総合車両所です。こちらの車庫には主に特急列車や京都周辺を走る車両が留置されているんですが、サンダーバード号も夜間だったら一部の編成はこの向こう町の車両所に停車しているので、昼間でもサンダーバードの車両をここだったら見ることができます。そして電車は山崎駅付近を走行中です。山崎駅は駅のホーム上に京都府と大阪府の府境があることで有名です。また山崎駅周辺は山崎カーブと呼ばれる鉄道ファンの間では撮影の聖地となっていまして、駅舎も急カーブをしていて、新快速も特急列車もこの辺りでは速度を落とすんですが、このカーブの光景が映えるということで、昔からね結構この辺りには鉄道ファンが多くいる印象があります。そして島本駅付近で高槻から快速になる普通列車を追い抜かしていきます。やっぱりこんな感じで見るとサンダーバード号から快速列車を抜かす光景を見るので、なんか結構爽快感がありますね。こんな感じで通勤通学の光景の人を横目に見ながら特急で抜かしていく光景、イライラした時にこういう光景を見ると意外とストレスが解消されるものです。そして左側には高槻市が誇る海女遺跡公園が見えます。こちら夜になると結構夜景映えがする場所となっていたりとかするので、興味のある方は行ってみてください。もちろん鉄道は見やすいですよ。そして電車は高槻駅を通過していきます。高槻駅は金沢駅は朝の時間帯、大阪駅は夜の時間帯、一部のサンダーバード号が停車する駅となっています。私はここから北陸に行けるので非常に便利ですね。電車は岸辺駅を高速で通過していきます。いやこれを見ると新快速も特急サンダーバード号も爆走運転だなと思いますよね。やっぱり大阪周辺は複々線区間があるからこそサンダーバード号が約時速130キロぐらいで爆走運転できるんだなと思いましたね。電車は新大阪駅に到着しました。特急サンダーバード号は特急専用ホームの9番線にね到着する感じになっています。個人的には9番線にあまり降り立ったことがないので、1回ぐらいは降り立ってみたいですね。そして新大阪駅を出ると新三田行きの普通電車と並走していきます。やっぱり新大阪を出るともうすぐ終点の大阪に着くので、長かった特急サンダーバード号の旅も終わるんだなって考えるとなんか寂しいですよね。サンダーバード号も2024年3月の北陸新幹線敦賀延伸により金沢から乗れなくなるので、やっぱり関西人としては寂しいものはあるのではないでしょうか。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点大阪です。大阪環状線、JR 神戸線、JR 宝塚線、阪急線、阪神線、地下鉄線はお乗り換えです。9号車と10号車の間にはお出口はございません。9号車にご乗車のお客様は後ろ寄りのお出口から、10号車にご乗車のお客様は前寄りのお出口からお降りください。今日も特急サンダーバード40号にご乗車くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。電車は終点の大阪駅に到着しました。いや金沢から大阪まで所要時間本来であれば1時間30分ぐらいとなっていたんですが、今回は1時間20分遅れの到着ということで、あれ最速達サンダーバード号の要素ってどこ行ったかなって思いますが、まあこの最速達サンダーバード号に乗る動画もね、またリベンジでお届けしようかなと思います。はい、大阪駅の方に1時間20分遅れで到着しました。いや、意外と長かったですね。サンシャイン今村チャンネルがね、こう撮影してきた中でも、1時間20分遅れはね、なかなかないと思います。まあ、米原経由で遅れたというのもあるんですけど、琵琶湖線がなんか信号トラブルがあったみたいで、その遅れも重なって遅れた感じになっているそうです。ということで、まあ乗ってきたサンダーバード号を見送っていきたいと思います。例の場所に行ってエンディングです。はい、大阪駅の例の場所にやってきました。停車駅が3つだけしかない最速達のサンダーバード40号に乗るはずだったんですけれども、湖西線が強風のため運休になり、米原経由でサンダーバードが運転したことになって最速達が見れなくて、ね、泣いている感じの動画はいかがだったでしょうか。まあ個人的にはね、今回そのサンダーバード停車駅が3つしかない最速達の列車を紹介したかったんですけど、まあ運悪く湖西線が強風で運休になったので米原経由でのね運転になってしまって、その光景は見れなかったんですけれども、まあサンダーバードが米原経由で運転するっていうのは、まあ湖西線が強風で運休したりしたらよくあることなんですけれども、まあ個人的にもこのまさか私が乗る日にピンポイントで米原経由でね運転されるっていうのに非常に驚きましたね。まあ最速達のサンダーバードの走りは見れなかったんですけれども、まあ逆にサンダーバードが琵琶湖線走ったり米原駅に停車したりとかする光景をね見れて個人的には面白かったですね。あとはね、1時間20分のね遅延ということでサンシャイン今村チャンネル史上乗車実況の動画では一番長い遅延時間を更新したかなと思います。ちなみに JR の場合は2時間以上遅延したら特急券とかが戻ってくるんですけど、1時間20分の遅延だったため、今回ね、サンダーバードを乗ってる人は特急券代は戻ってこないということになるのでね、ちょっと惜しいですね。今回ね、大学の学祭の休みを5連休活用して、北陸行ってきたわけなんですけれど、皆さんお楽しみいただけましたか？まあ、サンダーバードに乗ったり、観光列車乗ったり、いろんなね、鉄道を紹介できてね、個人的にはね、まあ、今後の法政策の学びにつながったりとか、まあ、自己満足だったりとか、もう、普通に観光列車に乗って気分転換したりとかね、いい感じになりましたね。北陸新幹線は、敦賀延伸が3月16日となっていますが、もう、半年もね、ないんですよ。なのでね、サンダーバード金沢まで行きたい方とか、和倉温泉まで行きたい方はね、早めに、もう混む前にね、サンダーバードを乗り納めすることをお勧めしますので、ぜひね、行ける時に行きましょう。まあ、ちなみにサンシャイン今村は、北陸新幹線開業日の前日と、その開業日はですね、北陸に 100% いますんでね、その際はぜひ声かけてくれたらいいかなと思いますので、まあ、その動画もね、楽しみにしていただけたらいいかなと思います。では、この辺で動画を終わります。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。